わと思ってね。まあその映画見たそうで、あの、私はゲームでたまにやってるけど、キムタカごとくってジャッジアイズ、あれも事実なんだよ私が言うと。ジャッジアイズっていうやつでもそう、あれ教えてんじゃん結局はね、うん、だけどここはこれ言えんかこれしてんじゃねこれね、ジャッジアイズってやつはみんなやったことあるかないか知らないけど、私ジャッジアイズはやってたんよ。で結局2018年19年やったことが実際2021年に起きてるわけじゃない、うん、で本当に悲しいよ私からしたらね。あの東京なんか火葬場が大渋滞してるんでしょ。で火葬場の株を買ったのは麻生太郎なんだよね、はっきり言うと、うん、水道を売ったのも麻生太郎とか、娘婿が嫁いだのが麻生太郎のとこなんだよね、うん、麻生太郎の娘が嫁いだのはフランスなんだけど、麻生太郎が、火葬場の株買った、大株主買ったんだよね。だから東京の火葬場は誰が経営してるか知ってる、東京じゃなくて中国がやってるんだよ。中国が独占してるんだよはっきり言うと、うん、だからみんな文句言わない、仕事にもくもく言ってるのちょっとおかしいんだよね。税金をもくもく納めたりね、あのみんなが納めるからずっと終わりがないんだよね。いや闇にお金をずっとやってるのと一緒、エネルギーやってるのと一緒。じゃあみんながもう仕事辞めようね、学校辞めようねってなったら終わるんだよねはっきり言うと、うん、やる必要ないじゃん何もってことね。大衆の人は気づかないからいけないけど、じゃあ自分たちだけ犠牲になればいいじゃんって思って、もう子供作ったらダメよって言ってたね。子供作ったら子供が犠牲になってしまうって。でスプタインって人身売買のこともさ隠そうと思ってさ、あの能登半島のことどこで地震起こしたり、スマートシティの関連もあるよそれはね。能登半島の穴先一本にはそう倉庫があるしね、うん、倉庫の拠点があるのもあるんだけど、能登半島の先っぽにあるんだよ。でそれで人工地震を起こしたら能登半島なんだけどね。スマートシティ計画あるとこもさ、わざと火災を起こしてんじゃん。で誰がやったかというと、そう、消防と自衛隊と何だったかな、そう消防自衛隊のやつが、やってたの。別のやつなんだけどこれはね、鳥の卵が減るようにしてたのは、獣医師と消防と自衛隊なんだよね。その連中が 3つで一緒に行ってただけ、闇に使われてたんでしょうね。卵減らそうという計画だったからね。自衛隊がまず行くの前に獣医師がこれやってたの、鳥にこれやってたんだよね、卵に。で卵のあれ問題が起きたじゃない、その後に。私こうなるの分かってたもん。だって求人情報に募集出てたもん、卵にこれやろうねってやつ、うん、で獣医師と自衛隊が回って火災を起こして、それ養鶏農家の方には保険が入ってたんじゃないかなと見てるんだけど、そこはね養鶏農家さんがおし、それは内部告発せんとわからないね、うん、ね。ボーイングって飛行機会社あるわけね。みんなが乗ってる飛行機で大体ボーイングなんだよね。でボーイングが不正な飛行機を作ってて内部告発したんだよ、ボーイング会社の従業員がね。その後その人死んだんだけど、2人死んでるんだよ。だけどでボーイングはもう金が一応ないんだよね。で日本に乗って飛行機はちょっと今危ないんだよね、何が起きるか分かんないよ。でロシアにこの前緊急着陸したんだけどね、うん、ボーイング自体が不正なんだよね、言ったらいいけど、ボーイング自体がフリーメイソンだからね、結局はね。何すか分かんないやつらはね、人間じゃないからできるんで、指が5本や6本あったり、5本は普通なんだけど、6本あったり7本あったりするんだ。長く嫌になるよね。でみんな気づかないからこうひたすらこれやんなきゃいけないんだよね。4年もやって気づかないで行動を起こさないでどういうことだと思うし、ここは右と左がおるからわけわからん看板もつけるしね、あんなことされてるのにどうして選挙ってなるのか分かんないんだよね、確かにすれば。だからみんなのね、この頭どうなってるか、選挙ってもう選挙いらないんだって、不正なんだから、うん、でね、日本の不正選挙って武蔵がやってるんだよね。武蔵の大株主は歴代の総理大臣だったんだよね。で自分でね大株主調べたらいいんよ、指揮法なんて誰でも調べられるしね。JP モルガンとモルガンスタレンとか、なんだこうなんていう会社が組み上がったかな、まあそういうの乗ってるとか全部ダメだということだね、うん。
だから早く原発をなくさなきゃいけない。原発があるともしかしたらまた地震を起こすかもしれないね。